それではですね、二直線の交点を表すベクトルということで、この問題はですね、めちゃくちゃ定期試験に出ます。まあ私がですね、定期試験作るときも毎年ね、ベクトルの範囲だったらこれは必ず出すような感じなんですけども、教科書にも載ってるので、非常によく出てくるということで、こいつをね、ちょっと解説したいと思います。で、問題はですね、こういう図があってですね、直線 AP と直線 BC のぶつかったところを点 P とします。で、このベクトル OP を、このベクトル A、まあ、ベクトル OA を小文字のベクトル A、ベクトル OB を小文字のベクトル B とするときに、ベクトル OP をこの AB で表せという問題をちょっと解説していきます。で、で、解き方なんですけども、ちょっと3通りでちょっとやってみたいと思います。で、まず、一つ目はですね、もう学校の教科書とかではこういうふうに解かれているっていうところからちょっとやっていきます。このベクトル OP なんですけども、これを2通りで表して、ベクトル OP ですね。ベクトル OP を2通りで表して、係数比較することによって解くっていう解き方。っていう解き方でまずやっていきたいと思います。ベクトル OP を2通りで表して、係数比較。具体的に言うと、ベクトル OP っていうのは、ほにゃらら倍の A たす、ほにゃらら倍のベクトル B。また、ベクトル OP っていうのは、ほにゃらら倍のベクトル A たす、ほにゃらら倍のベクトル B。となっていたときに、まあ、ベクトル OP はなんか2通り表すんですね。で、その時に、こことここの係数を比較して、こことここが等しいよ。こことここが等しいよ。ということにやって式を立てて、解くっていう解き方ですね。まあ、ちょっと具体的にやってみないとピンとこないと思うので、具体的にやっていきたいと思いますが、まず、このベクトル OP なんですけど、この AP と PD とか、BP と PC とか、この辺の比が分かんないと、まず話が進まないので、この AP 対 PD、これをちょっと文字で置いていきます。ここの比ですね。AP 対 PD。で、これを、例えば S 対1引く S と置きます。で、BP 対 PC を、これを t 対1引く t と置きます。で、なんでこんな置き方するのかっていうのは、ちょっと説明しますけども、BP 対、PC を t 対1引く t と。で、まず、これ、ベクトル特有の文字の置き方なんだけど、この比をね、ここ対こことか、ここ対ここが分かれば答え出るんです。出るので、ここを文字で置いたわけなんだけど、S と1引く S って足したら1になるでしょ ?S 足す1引く S は1だよね。T 足す1引く T も足したら1でしょ。で、足して1になるように、あえてこう置くんですね。で、なんで足して1になるように置くかっていうと、内分の公式をちょっとね、これから使っていくわけだけど、内分の公式ですね。ベクトル OP があって、ベクトル OA、ベクトル B で表すときに、このベクトル OP は、この M 対 N で内分した点を点 P としたときに、ベクトル OP は M プラス N 分の N、ベクトル OA 足す。M プラス N 分の M、ベクトル OB。まあ、イメージとしては、この交差してかけるイメージで、M プラス N が分母で、で、M、ベクトル OB と N、ベクトル OA。ということで、出ました。これはね、内分の公式。もしよかったらね、私の動画ちょっと見といてください。で、さらにこれポイントはですね、このベクトル A とベクトル OB の係数の和が1になるんですね。ここの M プラス N 分の N と N プラス N 分の M ってこれ足したら1になります。なので、和が1になってるよっていうこともちょっとポイントになります。で、そうするとですね、こう置くことによって今こう和が1になってますね。で、これをですね、内分の公式を使って表していくんですよ。つまり、具体的に言うとどういうことかっていうと、まずこいつを使って表すと、ベクトル OP は、
S 倍のベクトル、あ、1引く S 倍のベクトル OA 足す S 倍のベクトル OD で出ます。ちょっとピンとこないっていうことですね、この三角形に注目してください。三角形 OAD ですね。で、今言ったようにこれ交差でかけて足すイメージなんだけども、今こことここ足して1になってるので、その時はそのままこの 1-S とベクトル OA かけて S とベクトル OD かけて足したものが、ベクトル OP として表すことができるんですね。まだちょっとピンとこないっていう人はですね、もしもここが3対2だとします。このベクトル P があって、ベクトル A があって、ベクトル B があったとします。で、その時にベクトル P っていうのは、3たす2で5分の2ベクトル A たす5分の3ベクトル B になってるわけだけど、5分の2ベクトル A たす5分の3ベクトル B になってるわけだけど、この、5分の2、5分の3っていうのはこれ足したら1だよね。5分の2と5分の3足して1で、ここもともと3対2だけど、これ5分の3対5分の2って書くこともできるじゃん。そしたら、ここ交差で書ければいいんだから、交差で書けてあげて、この5分の 2A と5分の 3B って形でやってあげれば、そのまま使えるでしょ。5分の2ベクトル A 足す5分の3ベクトル B って形だね。なのでこれも足して1の形になったら、そのまま 1-S かけるベクトル OA と S かけるベクトル OD って形ですぐ差を書くことができるわけね。なのでちょっと和が1になるようにして S 対 1-S と置いたわけですね。いい。で、ここで、ベクトル OD ですけれども、ベクトル OD はちょっと変えることができます。ベクトル OA はまあベクトル A で、ベクトル OD は2分の1倍のベクトル B になるよね。だから、2分の1倍のベクトル B で、で、もともと S があるからこうなりますね。ということで、ベクトル OP イコール、こういうふうに表すことができます。いい。で、また、同じようにして、今 BP 対 PC を T 対1引く T と置きました。ここですね。で、このベクトル OP なんですけども、これも今言った内分の公式を使って、表していきます。そうすると、ベクトル OP っていうのは、今度は、T 倍のベクトル OC 足す1引く T 倍のベクトル OB になりますね。なので、T 倍のベクトル OC 足す1引く T 倍のベクトル OB と。で、このベクトル OC なんですけれども、ここ2対1に分けてるので3分の2倍ベクトル A の3分の2だから3分の2 T ベクトル A と。で、ベクトル OB はそのままやって1引く T 倍のベクトル B という形になります。ということで、ベクトル OP を今言った目標通り2通りで表すことができました。で、そしたら今、さっき言いましたけど、このベクトル OP を2通り表したらですね、次にこことここを係数比較することによって方程式を立てることができます。すなわち、ベクトル A の係数はこっちが 1-S でこっちが3分の 2t だから、1-S イコール3分の 2t と。また、こっちが2分の 1s でこっちが 1-T だから、2分の 1s イコール 1-T という具合にして、係数を比較して、こう表して、で、ここから連立方程式を解けば S と T が出るよね。とこれ計算すると、ちょっと計算省略しますが、 S イコール2分の1、T イコール4分の3という具合に出ます。したがって、
答えは S に2分の1もしくは T に4分の3代入して、答えがですね最後答えるとよって答えは、ベクトル OP イコール2分の1入れてここに2分の1入れたら2分の1 OA こっちに2分の1入れて2分の1ベクトル A 足す S に2分の1入れて4分の1ベクトル B というふうにして答えが出るんですが、ただですねちょっと一つ注意点があって、ちょっと記述の書き方なんだけど、今これベクトル A とベクトル B の係数を比較してっていうことでこういう式を立てたわけですね。 1-S イコール3分の 2T、2分の 1S イコール 1-T という形で係数を比較することによって立てたわけですが、ただ何でもかんでも毎回係数比較できるわけではないんですよ。係数を比較できる時っていうのは条件があって、このベクトル A とベクトル B が0ベクトルでない、さらに平行でないっていう条件が必要なんですね。それを必ず記述で書いてほしいんですよ。ベクトル A は0ベクトルではないよ、ベクトル B は0ベクトルではないよ、ベクトル A とベクトル B は平行でないよってということで、係数比較して、こことここが等しい、こことここが等しいっていう具合にして書いてほしいんですね。まあこれ別の表現で言うと、これベクトル A とベクトル B は一次独立っていう言い方をしてもいいです。まあ教科書にはちょっと一次独立ってことは載ってないんですけども、一次独立っていう言葉を使って係数比較するよっていうふうに書いてもいいです。必ずちょっと係数比較するときは、一次独立って一言もしくは、0ベクトルではないよ、平行ではないよって一言を書いてからちょっと係数比較することにしてください。よってこうやって答えが出るわけですね。いいかな。ということで、まず1通り目ですね、1通り目はこのベクトル OP を2通りで表して係数を比較することによって解けるよと、さらにこの、比の文字の置き方ですね。ここ S 足す S 対 1-S とか T 対 1-T とか、ここの比が分かれば答え出るときは、比を文字で置くときは、和が1になるように、ね、置いてあげるよっていうことをね、ぜひ、マスターしてください。はい、解き方、2ということでちょっと解説していきたいと思います。これから解く解き方はですね、係数の和が1であることをうまく利用して解きます。点 P が線分 AB 上にあるとき、ベクトル OP イコールホニャララ倍のベクトル OA 足すホニャララ倍のベクトル OB となったときに、ここの係数の和、四角と三角の和が1になります。それをちょっと使って解きます。でさっき、やった解説と途中までは同じなんですけれども、まずこのベクトル OP を求めるのに AP 対 PD が分かればいいので、それを S 対 1-S という具合に置きます。でこう置いたらですね、このベクトル OP なんですが、内分の公式を使ってベクトル OP イコール、1-S 倍のベクトル OA 足す S 倍のベクトル OD というふうに表すことができます。AP 対PD を S 対 1-S と置くとね。で、そしたら、これをちょっと小文字使って表していくと、1-S 倍のベクトル A 足す S 倍の、ベクトル OD ですが、ベクトル OD っていうのはベクトル B の半分なので、2分の1ベクトル B という具合になる。でこれは 1-S 倍のベクトル A 足す2分の 1S ベクトル B という具合になります。でここでですね、今度ちょっと赤い三角形に切り替えます。今青い三角形を使ってベクトル OP を表したけど、今度赤い三角形に切り替えます。で赤い三角形っていうのは、この基準となるベクトルを OC と OB で表そうとするって考えてください。
このベクトル OP を OC と OB で表す。で、ベクトル OC っていうのは、これは3分の2倍のベクトル A のことだよね。なので、このベクトル OC で表したいので、ここの部分を無理やり3分の2ベクトル A にしてしまいます。3分の2ベクトル A。で、勝手に3分の2っていうのを作ってるから、3分の2を2分の3倍すれば、かければ1になるよね。なので、3分の2が勝手に出てくるから2分の3倍しといて、で、カッコ 1-S と書きます。この 1-X はそのまま。続いて、2分の1ベクトル B だけど、まあ、これはベクトル B なので、そのまま2分の1ベクトル、2分の 1S ベクトル B というふうにしていいです。で、このベクトルが3分の2ベクトル A っていうのが、これベクトル OC のことですね。で、ベクトル B っていうのが、ベクトル OB のことなわけだけど、点 P が、これ BC 上にあるっていうことは、点 P が BC 上にあるっていうことはですね、ここのベクトル OB とベクトル OC で表したときに、ここの係数の和が1になるわけでしょ。こことここの和が1になるので、2分の3括弧 1-S と2分の 1S を足したら1になるよという式が成り立つわけですね。これがちょっとポイントになってくるわけね。ここの係数の和が1になるわけ。こことここの和が1になるよと言いたいわけね。で、なぜならば、この点 P っていうのは、この線分 BC 上にあるから。点 P は線分 BC 上にあることから、係数の和が1になるよと。ここのね、さっきね、点 P が AB 上にあるんだったら、ベクトル A とベクトル B で表したときに、ここの係数の和が1になるように、今、この赤い三角形で線分 BC 上にあるんだったら、ベクトル OB とベクトル OC で表したときに、係数の和が1になるのはこうなるわけ。そうすると、これただの一次方程式になって、S を求めることができるよね。で、これ解いてあげれば、ちょっと計算を省略すると、S イコール2分の1と出ます。で、2分の1と出れば、もう一回ここ2分の1代にすれば、ベクトル OP イコール、2分の1ベクトル A 足す、2分の1代にして、4分の1ベクトル B という具合になって答えが出るわけだね。こうやって答えが出ちゃうわけです。なので、さっきの解き方と比べると、計算自体はこっちの方が楽です。さっきは連立方程式計算しなきゃいけなかったので。ただ発想がね、ちょっと難しく感じられるかもしれません。係数の和が1ということですね。これを使ってところでね。ちょっと発想がちょっと難しい。ここの変形がちょっと難しく感じられるかもしれないけど、計算自体はこっちの方が早いので、まあ、こっちの解き方はね、結構おすすめします。いいかな。はい。ということで、続いてあともう一通りの解き方でね、解説していきます。それではね、三つ目の解き方ということで、メネラウスの定理を使って解きます。メネラウスの定理。で、僕はね、メネラウスの定理大好きなんですよね。メネラウスの定理でパパッと解いてしまう。要はね、ここのさ、例えば比が分かれば答え出るわけでしょ。AP 対 PD が。で、この AP 対 PD ってさ、ここさ、まあ僕ブーメラン型って呼んでるんですけど、ここブーメランの形してるよね。ということで、ここの比 AP 対 PD ってメネラウスの定理使えば出るよね。なので、メネラウスの定理より、AP 対 PD を求めてしまいます。そうすると、2、1、AP、PD、1って2かな。ということで、これかけたら1になります。まあ、ちょっとメネラウスの定理に関してはですね、私ちょっと動画上げてるので、もし分かってなかったらですね、ぜひ見といてください。
まあ、ブーメラン型ですね。一直線上で2、1、AP、PD、 最後遠く行って帰ってくるので1、2と、それをね、分子分母分子分母分子分母かけて1というふうに式立てて、でちょうどこれこの問題ね、約分して1、1なので AP 対 PD が1対1と出ます。でここが1対1と出たら、内分の公式を使ってあげて、ベクトル OP は三角形 OAD に注目すると P は AD の中点だから2分の1ベクトル OA 足す、2分の1ベクトル OD という具合になり、で、2分の1ベクトル OD はベクトル OD は2分の1倍のベクトル OB になるので、かける2分の1倍のベクトル OB と、で最後これを小文字で表してあげて2分の1 A 足す4分の1ベクトル B という具合になって出ます。ということで早いでしょこっちの方がね。メネラスの定理使うと一瞬で解けちゃうので、実際に定期試験で出てくるときはですね、メネラスの定理でねパパッとやってしまった方がね僕はいいと思います。ただ問題の誘導ってあるので、例えばね今後共通テストとかですね、こう T 対1引く T と置くよとか S 対1引く S と置くよとかですね、問題の誘導があったらその誘導の通り解かなきゃいけないので、最初に説明した解き方ですねとかはそれはそれで大切なのでいいかな。今3つ説明しましたけどね、3つとも重要だと思ってね、しっかり復習して分からなかったらね何回も動画を見直してほしいなというふうに思います。以上で解説を終わります。じゃあねー。